でマジでマジでマジで、まあ、水際の部分から関わり合う国々との、まあ、対立構造だと、そうすると、まあ、ある意味こうマハンの言ったシーパワーはどこみたいな構造で、日本としてはそのシーパワー側というかリグランド側にコミットしていくという形になっていくわけですか、ね、うん、まあ、そうですね、まあ、そこの答えは日本にとってはこれは出てたと思うんですけど、うん、まあ、ある意味中ロの、まあ、連携、中ロの連携を崩そうと、まあ、日本もヨーロッパも過去10年ぐらいやってたわけですけど、結局それは、まあ、最初からできなかったんですよね。で、まあ、そのまさにそのハートランドとかリングランドみたいな図式が形成されてたりということじゃないでしょうかね。はあ、いや、19世紀にまさに弱肉強食があって、そのいろんな反省の中で国際法を作り上げてきたわけですけど、結局はその陸上国家と、まあ、海でつながる国家とというのは、これ必然なんですかね、歴史は。どうなんですかね、あんまり必然とは言いたくないですし、中立は中立で、ああいう方が必要です。NATO にしろ、あるいは EU にしろ、いろんな形でアプローチをして、ロシアをこう一緒に巻き込もうっていうのは、これロシアという国が成立した兆候ぐらいがずっとやってきてはいたんですよね。で実際、キャプテン9期の後のアドバンス戦闘、戦闘で協力してたわけですから、だから、まあ、NATO が東方拡大したから引き金を引いたんだみたいなのもありますけど、それはこう歴史の地図を見ると、もう一つ用意していたニュースが、岸田総理の今日から東南アジアとヨーロッパを連行するというところであります、5月6日までの日程でインドネシア、ベトナム、タイ、そしてイタリア、イギリスと訪問していくということでありますが、このやっぱり ASEAN 各国を意思疎通を図っていくというのは大事ですか。そうですね、それはその対中政策、あるいは経済安全保障とかありますし、はい、やはりまあ暗いところに対して、でシンガポールはロシアに対しての制裁前向きですが、それ以外の国々はいろんなグラデーションがあって、どちらかというと後ろ向きな国も多いような気がします。まあ、そこで見方としては主権が大事だというのと、はい、欧米的な価値観とはちょっと違う価値観に向くところがあるので、あまり近づきのところでは割り切れないですよね。そして来週の出演者ですけれども、日が変わって5月となります。5月
2日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん、3日火曜日ジャーナリスト長谷川幸洋さん、4日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん、5日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田泰之さん、そして6日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治、経済、事件や災害など日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています。今週は、記者が実体験、カラスが減り、タヌキは増えた、都心に生息する動物というテーマで遠藤達也さんがお送りします。ゴールデンウィークもニュース動きますので、そしてこの番組は通常通り営業してますので、来週も生放送、飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いします。日本放送天気予報です。日比谷の交差点、車通りが少なくて祝日という感じがしますね。筋の綺麗に咲いている日比谷公園の周りを走っている人がいました。今この時間はランニングにちょうどいいお天気なんですが、この後雨が降りますのでご注意ください。関東地方は房総など早いところではお昼前から雨になりそうです。午後は都心も含めて広い範囲で雨になるでしょう。傘を持ってお出かけください。夕方から夜は雨が強まるところもありそうです。最高気温は東京、横浜、埼玉で19度と昨日よりも低くなるでしょう。雨になる午後はひんやりと感じられそうです。今日の東京地方、曇りのち雨、降水確率は午前中 20%、午後 80%、夜 70%。 また明日土曜日は晴れ時々曇り、あさって日曜日は曇り一時雨。ゴールデンウィーク前半は天気が周期的に変わり、晴れの天気は続かない予想です。天気予報でした。有名製薬プレゼンツ、坂本律のヘルスエネルギー、皆さんの健康的な生活を応援していくスペシャル番組です。5月1日夜7時から放送。ゲストは今年芸能生活40周年モノマネ天皇の一人、コロッケさん。一体いくつモノマネが飛び出すのか。時刻は7時27分になるところです。大和ハウスがお送りする日本放送交通情報です。警視庁の原さん、お願いします。はい、お伝えします。常磐道の下り線は流山インターで事故の影響で、首都高速道路三郷線に延びて8キロ渋滞しています。中央道の下り線は東京の日野バス停で15キロ、相模湖インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は狩場線の上りが坂東橋で事故のため2キロの渋滞です。羽田線の上りは羽田で事故のため横羽線に延びて4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの原がお伝えしました。はい、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は7時55分頃にお伝えします。ちょっとどこかに行きたいなっていうのはありますね。ストレスが溜まってます。下が残ってる後でもいいお客様の声に耳を傾けて、今できることから。グローワンニューライフ、新しい生活を育てよう、大和ハウスグループ。20勝一番乗りの巨人か、今シーズン初3連勝の阪神か。今日夕方5時30分からの日本放送ショーアップナイターは、伝統の一戦、巨人対阪神。解説は江本武則さんです。総額300万円相当プレゼント。みんなのネクストステージ応援キャンペーンはあと2日。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、教えてニュースキーワード。このちゃんはエコリカリサイクルインクカートリッジが送ります。7時29分になるところです。OK 工事アップ、今朝は防衛研究所防衛政策研究所長高橋杉雄さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。米韓合同の軍事演習が終了。アメリカ、韓国両軍は28日、定例の合同軍事演習を終了しました。演習は今月18日から始まり、朝鮮半島有事を想定したコンピューターシミュレーション
力を動員してという実動もあったわけですが、まあ、これがだいぶ連立政権を縮小してきた。で、北朝鮮の反応も限定的であったというふうに報じられてますけれども、まあ、今後かなりところで政権があったんですか。まあ、文民政権というだけではなくて、トランプ政権というのは、このところまたミサイルの発射を続け、そして核実験もひょっとしたら行うんじゃないかというね、衛星の情報も出てきてます。これ、まあ、可能性を今ここで言っても難しいかもしれないですけど、例の軍事パレードとかご覧になっていてもどうですか、議論かけてます。軍事パレードでやはり目を引いたのは、そのミサイル戦力の充実ですね。そのテル発射、発射のトレーラーの数を含めて、はい、移動式の発射台ですね。はい、最後ミサイルでくくる、出し目くくるみたいな演出を含めて、まあ、そのやっぱミサイル戦略というのは今の北朝鮮の中心なんだということが非常に大きな関係になりますね。さっきの発射でもかなり高ーくなって、そんなに悪いところが一番記憶でアメリカ軍団が高かったみたいな話もありましたけど、その精度みたいなのを確実にどうしますか。長期的にファンドは確認されるんじゃないか、全然精度が
7時44分になるところです。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と金曜一課がお送りしています。今朝のコメンテーターは防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんです。引き続きよろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをアメリカのバイデン大統領が来月下旬に日本と韓国を訪問、首脳会談も開催へ。アメリカホワイトハウスは27日、バイデン大統領が来月5月20日から24日に日本と韓国を訪れると発表しました。大統領就任後初めてのアジア訪問となります。日本政府によりますと、来月22日から24日は日本に滞在、23日に岸田総理大臣と日米首脳会談を行い、24日に東京で開かれる日米豪印、4カ国の協力枠組みクアッドの首脳会合に出席するとのことです。この24日のクアッドに関しては米印の首脳オンライン会議団の中で、ポロッと出てきていた話がありましたが、正式に出てきたということで、まあ、依然としてこのアメリカにとっては東アジア、インド太平洋地域というのはファーストプライオリティであることはこれ間違いないです。そうですね、引き続きその韓国との重要な、まあ、脅威というか競争相手は中国であると、いうことはアジアにしてますね。この優先順位は変わらないということは示されるということですね。韓国は政権が変わるということで、政権が変わってもう本当すぐのタイミングですと、これもその中国に対するメッセージになっていくわけでしょうね。ありますし、北朝鮮に対するものもありますし、まあ、そこで言ったのは、やはり保守政権のアメリカとしてやっていきます。で、まあ、バイデンさんはね、なかなか対面でこの岸田さんとの首脳会談というのはやりそうでやれなかったわけなんですけど、今回ここで話すことというのは、これ、まあ、菅さんとやったときに台湾もありますし、はい、もちろんその中国と幅広い中国の政策、はい、経済安全保障を進めたものもありますし、もちろんウクライナもありますし、何と言ってそこの、まあ、台湾の話も含めてその台湾の世論調査でアメリカがコミットしてくれないんじゃないかっていうのが5割を超えてきていると。で、実際そのウクライナに対しても最初に兵を出さないよって言ってしまったというのが大変だったんじゃないかというような話もありますので、この辺、このアメリカの抑止力ってどうなんだろうって心配する動きもあると思うんですけど、まあ、アメリカの抑止力を判断するのは台湾でも日本でもなくて、実は中国なんで、あ、はい、その中国がどう受け取るかってどうやったと思うんですかね。で、ただその台湾の世論調査でちょっと気になるのは、はい、今回ウクライナの戦争でも明らかになりましたけど、やっぱり自分たちで国を守るっていう姿勢がまず大事なんですよ。他の国は代わりに戦ってくれるわけではないですから、なぜ自分の問題だってことを他人にするんですよね、はい、考える必要があると思います。やっぱりウクライナも自分たちが祖国を必死に守るというところに我々が来てくれるね、代わりに戦ってくれるわけですよね。そう考えると今年国家安全保障戦略の改定であるとか、まあ、そこに連なって、対抗や中期防が変えるんじゃないかということ、この辺っていうのは、この、まあ、姿勢もちろん、いわゆるそれを示しているところだと思うんですけど、もう今のところだと変わってますね。少なくともどうでしょう、自衛隊の意識としては、自分たちが主体的に戦うというのは昔から思ってますから、